やつらがいたか。お遊びの時間だ。チャプター22、最終章、起きて夢を見るもの。行きましょう。こっからおっさんに撃っても当たんないよね。うん、てかいないわ。いるいる。なんでバレたの今。すごいなお前。うん、で上にそこ、うん、オッケー。でそこのスナイパーも行きましょう。で今近くに来てることを私は知っている。はい。でもう一回スナイパーを行って、あそこも行くかな、届くかな。うん、オッケー。グレポンはあと2発あります。うわ、硬い人、硬い人。うん、OK。で、ショットガン奪いまして、どこだ、どこだ、どっから撃たれてんだ。出てこい。そこから撃たれてんのか、そこ。で、装備の硬い人も来ている。まずい。うん、OK。最高。装備の硬い人が来てんだよな。でこいつはショットガンを持っている。手榴弾でいきましょう。もう一発どうでしょう。うん、オッケー、いったね。装備の硬い人が行ってくれればこっちのもんですよ。でもう一発いきましょう。そこに危ないぞ。オッケー。でじわじわ進んで、はい、もう一丁。うん、あとそいつだけ、あとこいつ。うん、 OK。 沈黙。では景色を見よう。うわー、こういう感じ。すごいね。これが砂漠のアトランティス。うん。あ、いるいる。ん？あれ？ロケラン？サリーかな？ネイト、お前か？やっぱりお前か。大丈夫か？おかげで散々な目。何してんだ？本物の証拠は？あ、本物だって分かったか？二度と俺に銃口を向けるな。でも、奴らに撃たれただろ？日食のすぐ後に。何？何の話だ？お前がおかしくなったんだ。噴水の水を飲んだ途端に。あの水だ。あのせいで都市が滅びたんだ。神の怒りのせいじゃない。この都市の水は幻覚剤みたいな何かを含んでる。それで、みんな怒れちまったんだ。それをマーローとタルボットは追ってるのか。ああ、まあだな。カッターが言ってた。彼らは恐怖で敵を操った。あれがあれば操れる、確実に。でも待て、やっぱりおかしいぞ。ここからどうやって水を運び出すっていうんだ。違う、奴らが欲しいのは水の中にあるものだ。なんだって？いいか聞け。つまりこういうことなんだ。サリームによると、都市の呪いはソロモン王が神中の容器に永遠に閉じ込めた魔物たちによるものだ。容器は都市の奥深くに捨てられた。魔法のランプの魔人か？確かにおとぎ話みたいだよな。
つまりお前はそのために女王とディーはドレイク卿をここへ送ったと思ってるわけか。ああ、追ってたのは財宝じゃない、力だ。でもそれが何かを知ってしまったドレイク卿は任務を放棄した。女王にも嘘をついて何もなかったと言った。そして旅の痕跡を全て消して歴史を書き換えた。じゃあドレイク卿には逆らえないな。さあそろそろ全てを終わらせよう。これでジ・エンドだ。というわけでサリーは生きていた。でネイトは幻覚を見ていたわけですね。ここ見ろ、洞窟の上に町がある。安全じゃなさそうだね。え、危険な香り。道を見つけなければ。すごいよね、洞窟の上に町。ほら手伝ってくれ。ごめん、どこ。これか。危険なことになりそうだ、覚悟はいいか。やってみよう。うん、行きましょう。本当の最終決戦。おっさんはどうすかね。いや、おっさんはともかく、おっさんはともかく景色はすごいわ。うわぁ、信じられない。これで地表まで水を送ってるんだ。驚いた、この天井を見ろ。今まで崩れなかったのが不思議だ。いや本当に。ああ信じられん。で財宝の真実については今話した通り、3000年前にソロモン王が悪魔を壺に封じ込めた。でそれを水の中に沈めたと。そしてその魔力の影響で水が汚染されてしまって、この都市の住民は滅びた。こっちへ行こう。そしてその、開けるの手伝ってくれ。封印された壺を今タルボットとマーローが取り出そうとしている。でっかいヘビ。ん？なんすか？ん？何？いる？でっかいヘビ。下にいんのか。で敵はこちらを見失っているみたい。そこね、今のうちに投げましょうか。はい、どうだ。あ、サリーが降りてる。サリー降りとるわ。うん、じゃあガンガン行きましょう。ここはいないね。で今新しく来た。うん、あ、でこれはショットガン。あ、で来てるね。ガンガン行きましょう。あーで来てんな、来てるけど、うん、まあ、近いんだったらショットガンですよね。 OK。 うわ、おじさんの顔。おじさん三兄弟。でこっちか。さあさあ今入れる。であれは固い人か。硬い人はどうか、これで行ってくんないですかね。まずいグレポン使いがいる。まずあの正面の硬い人、正面の硬い人をどうにか。で左から、あ、いいね、サリーがやってくれた。でうん、グレポン使い OK。 行きましょうか。正面突破して今の人が持っていたショットガンを奪う。 OK。 であんたも、うん、OK。 あとは正面の人が持っていたグレポン奪いたいな。うわ、まだいるわ。うわ、生きてる。今正面にスナイパーいたよね、こいつ。うん、 OK。 で今右の上の方からグレポン撃たれてるんだけど、あいつか。あ、まずい、
まずい、まだいる。で、今取ったのはなんだ、グレポンか。あの正面、正面のやつもう一発。 OK、 右はいないね。うん、 OK。 いや、いるいる。あれか、あいつか。はい、高い。うん、 OK。 で、この上かな。まずい。うん、この先にもいる。いますね、いるね。はい、一人で、もう一発。うん、 OK。 今ので、これで全部か。奴ら何を企んでやがる。水の中に入ろうってんだな。おい、こいつはセクシーだ。使わせてもらおう。セクシー。あの銃を見てセクシーだっていう感想がかっこいいよね。おしゃれすぎる。サリー手伝ってくれ、ここを通ろう。こちら中央の貯水池があるぞ。奴らそこにいる。準備はいいか。そうだな。奴らが渡ってた橋だ。奴らあっちに行った。気をつけて、そっと上げなさい。信じられないな。あのウィンチを外さないと。いい方法あるか。どう見ても人数では負けてる。いいか、ここは二手に分かれて脇から襲っちゃおう。ああ、それなら勝てるかも。了解。これはスナイパーライフル。アンチャーテッド恒例の崩壊する遺跡で、硬い人が来てんな。揺れる揺れる、これは揺れるぞ。うん、 OK。 うん、で、あとは上にもう一人。外れか。うん、 OK。 で、正面にまだまだいっぱいいんのか。手榴弾ゲット。あ、で、近い。うん、 OK。 まだまだいっぱいいるんだけど、どうしようかな。正面のやつは手榴弾でいきましょうね。どうだ。行ってないね。今ので死んだの、今の人。
まずい、まずいけど、かわいそう。うん、OK。で、そこに落としましょう、手榴弾。そこに手榴弾落として。うん、いや、まだ生きている。まだ生きている。うん、OK。どうだ？いないね。で、なんかいい武器があればいいなとも思うんだけど、まあいいか、行きましょう。ここを抜け出そう。サリー。ん？サリー。手を貸してくれ。うわ、まだまだいる。で、今のやつはショットガンか。ショットガン奪いまして。うん、手榴弾ゲット。おっと、どうだ、下に行くの、行ける？あ、ダメ。んと、ではどこだ。あ、上か、これか。こっちだ、サリ。ここ上がれ。どうやって抜け出せばいい。歯車。サリ、ここ上がるしかなくていいか。歯車。あ、これか。これに乗る。このままじゃ崩壊する。で、向こうにもいんな。あれ、グルポン使いか。まずいまずい。うん、あいつ OK。 揺れるな、揺れる。で、また上か。そう、もう間もなくね、エンディングを迎えるんですけど、たびたび述べていた、キーワードとして述べていた証明という言葉、ネイトはこの旅で何を証明しようとしているのか。で、ネイトの証明の象徴であるドレイク教の指輪、まあ、その行方はどうなっていくのか、その答えにはもう間もなくたどり着くことができそうですね。んで、さらに上、ああ、いるいる。うん、OK。で、階段の上、ショットガンか。突っ込んで、はい。M9、うん、M9 で行きましょう。ここが出口だ。いないね。もうちょい。お前、ドレイク。資格がある。掴み取れ。フランシス・ドレイクのように偉大さを証明しなさい。そんなもん必要ない。急げ、手を貸せ。マーロー様を見捨てる気か。仕方ないだろう。レイト、早く俺の手に掴まれ。おい、掴め。おい、何してるんだ。無理よ、無理だ。無理だ、レイト。早く逃げるんだ。頑張れ。マーロン様、ネイト、くそー。来い。よし、よし、言えよ。マーロンさん、さようなら。そしてドレイク教の指輪もさようなら。アンチャーテッド1からね、ネイトが大事にしていた指輪も沈んでしまいました。今マーローが述べていた通り、ネイトにとっての証明というものは偉大さの証明だったわけですね。先祖と同じような偉大さ、あとはまあ先祖とのつながりみたいな、そういったものをネイトはおそらく求めていた。
で、その証、その証明が、あの指輪、ドレイク卿の指輪だったわけですけど、その職人、アンチャーテッド1からね、冒頭からあの指輪が、まあ、ネイトにとって大切なものとして描かれていたわけですよね。ただネイトはそれを放棄した。うわ、ちょっとここでバーサスタルコット、もう良くないか。今やってる場合ではないぞ。仲良くしようぜ。いや、しかしね、タルコット紳士的な見た目をしてる割に身体能力高くてなかなかね、強敵ですよね。私は結構好きですよ。後ろから撃ってんのはサリーか。死ねえよ。いや、めちゃめちゃ撃たれてんのになんで生きてんのこの人。ターミネーターですか。銃撃戦にナイフなんか使えるわけない。やばいぞ。ん、あー、上上、あれ、登ればいいですよね。登る。サリー、サリー頑張れ。ジエンドだこのクソ野郎。さようならタルコット。さようならタルコット、夢をありがとう。やったぞ。さあ、これにてエンディングです。やったぞ。エンディング見ていきましょう。ナマ、絶対に逃げ切れ。サリーム、急げ、早く乗れ。や、行くぞ。や、やるぞ。逃しちまったな、溢れる富ってやつも。俺にはこれがいいのかよ。それだけで十分だ。ちょっと待て、ネイト。どうした？いや、ただ話したいことがある。聞いてくれ。いいけど。なんだよ。俺の親父は本当ろくでなしだった。いい思い出はない。40になった時にはガキなんかいない方がいいと思った。俺は欲しくもなかった。子育てなんてできるわけがない。だが突然お前が現れた。サリ、別に今。いや、聞け、頼む。俺はたくさんの過ちを犯してきた。本当に俺は完璧とはとても言えない。まさか俺にプロポーズしてる？俺も好きだけど。おい、やめろ。今だけはおふざけキャラ返上だ。いつから持ち歩いてた？だいぶ前だ。
なくしたのかと。よく聞けないと。どこに生まれてくるかは誰にも選べない。異業をなすのも配られたカードをどう使うかだ。ネイト。よう。どっか行くのか。まあね。指輪なくなっちゃって残念。いや、いいんだ。もっといいものが手に入った。そろそろ行こうか。そうね。おい、こっちだ。どう？こう言って。信用しろ。何企んでる？マジかよ。まあ、4年前にお前たちが壊したやつよりチャッチーけど使えるよ。よし、じゃあ操縦方法を思い出せるか試してみよう。パラシュートもあるんでしょ？もちろん。3つ？多分3つ。さあ、現実の世界に戻ってくる時間がやってきました。アンチャーテッド3、砂漠に眠るアトランティスの世界から帰還いたしましょう。まず先に感想一言。アンチャーテッドはやっぱり楽しい。めちゃくちゃ楽しい。もうこのゲーム10年以上前のゲームなんですけど、今やっても何回やっても楽しいんですよね、やっぱり。で、実況中にも述べたんだけど、まあ、この冒険は起きて夢を見るものという言葉がテーマになっていて、ネイトはずっと偉大さの証明をしようとしていたわけですよね。偉大すぎる先祖、まあ自称先祖なんだけど、フランシス・ドレイクと自分の距離を近づけることによって、まあ要はドレイク教が辿った道をなぞることで自分の偉大さを証明しようとしていた。まあただおそらく、ボリューム10で海賊船から戻った時にエレナに膝枕されながらエレナの指輪を触るシーンがあるんですよね。まあ、おそらくその辺で自分にとって重要なのは偉大さの証明ではなくて、サリーやエレナみたいな仲間の存在なんだということに気づいたんでしょうね。まあつまり自分にとって重要なのはドレイク教の指輪ではなくて、サリーが最後渡してくれた結婚指輪、まあ、それがつまり証明の象徴であったドレイク教の指輪を捨てて、今そこにある、まあ、仲間や恋人との絆の象徴である指輪、結婚指輪、そちらの方を選ぶことにしたという締め方ですね。いやー、というわけで途中でねパソコンが壊れたりして1年半ほど中断することになったんですけど、ようやく終えることができました。私事なんだけど、この砂漠に眠るアトランティスのボリューム1からボリューム3ぐらいかな、もう収録してる時、その頃はねまだちょっちゃんが生きてて、で収録をしてる時におトイレ行ってたり、あと僕の周りをねうろうろ歩いてたりということを思い出しますね。うん、1年半ですか。随分長い時間が経ったものだと思わされます。まあそれはさておき、アンチャーテッドの物語はPS3 版はここでおしまいです。でこのあと最終章である海賊王と最後の秘宝、それとクロエが主人公のスピンオフ古代神の秘宝という2作が残されています。でもちろん両方実況していく予定です。でその2作は PC 版をゲットしているんで 4K 最高画質設定でお送りしていく予定です。どうぞお楽しみに。まあでもその前にバイオハザードアリーフォードかやろうかな。というわけでアンチャーテッド3、砂漠に眠るアトランティス、以上となります。ではまた次回。
別のゲームの世界の旅にてお会いいたしましょう。最後までご視聴どうもありがとうございました。ではマイビー。